はい、レディスエンジェルメント大太郎崎ですということで、今回は皆さんはこの俺がドラムス崎がどう、なんだ動画を撮影してるのか知りたいと思いませんか。そうなんですよ。まあいろんなやり方があるんですよね。まあ初心者だったらなんかこう自撮りでこうね、こうまあ自撮りでこうやる人もいますし、まあいろんなやり方がある。今日は嬉しい お知らせということで、主にライブ配信ができるような、アプリ紹介を久しぶりにしていこうと思いまーす。ということで、とりあえずアップストアに飛べるようにリンクから、説明欄の方に貼っておきますね。そちらの方に、気になる方は説明欄の方に、ぶっ飛んできてください。iPhone と Android 用に分けておきますので、上が、iPhone 用で下が Android 用なんでお間違いなく。いきます。その名も、DURECORDDER 画面レコーダー。これね、ちょっと英語俺苦手なんで、ちょっと なんちゃらレコーダー、はい、ということで、この なんちゃら DU なんちゃらレコーダーっていうやつを、開いていただければなと思います。多分ね、いろんな方が多分出してると思うんで、多分知ってる方は知ってる、うん、で、このなんちゃらレコーダーを開くと、多分もうスラッと多分見えたと思うんですけども、画面、録画とライブストリームができるよと、うん、こうなってるんですよね。まあはい、でこれで、まあ、とりあえず携帯の画面やタブレットの画面をそのまま、まあ映せるわけなんですよ。声も映せるわけなんですよ。映せるっていうか、まあ声も、あとはモンストの画面もマルキーそのまま出して、撮影してそのまま YouTube に出せるわけなんですよ。まあ、配信だったら、ライブ配信だったら、もちろん、モンストしながら僕、まあ、僕がやるとしたら、僕の声をこうこういうことをしてるよみたいな感じでね、こう話しながらモンストをプレイしながら、ライブ配信をできること、つまり、まあ、ライブ配信が、まあ、できるよと。この上のこのこれ、ね、うん、あとは他ね、Facebook のライブ配信だったりとか、いろんな配信をできる、便利な紙アプリ、ゴッドアプリ、つうわけで、まあいろんなね、マインクラフトやってる方だったりとか、うん、いろんな人の配信をね、まあ、見れるアプリなのでございますよ。はい、まあたまにね、僕もこれで配信したりとか、あとはまあ僕はね、まあ主に今ここにあるんだけど、まあパソコンで、まあ配信したりとか、主に全部パソコンで配信とか、パソコンで全部この携帯を全部このパソコンに移して、あとは全部パソコンでバーってね編集したりとか、まあそれもね、たまに、うん、編集のやつもソフトもね、ちょっと紹介していこうかなと思いますね、うん、ということで、今回はちょっと軽くね、こういうアプリあるよということで、アプリ紹介の説明でした。これね、これでライブ配信、これが、録画で、なんて言うんだろう、画面配信って言えばいいかな、うん、画面配信できるよということで、よければ、参考っていうか、まあ使ってみたいなって方は、よければ高評価、チャンネル登録
お願いしますので、以上、ドラマ先でした。 See you again. Adieu.